で、こっからリブートシステム。おーい、こんなことありますか。こんにちは、久しぶりです。劇団スカッシュベイブレード部部長の鎌谷慎也と小島三沢ブロです。この二人でいつもベイブレードやってるんですが、今日はですね、はじめ社長のね、ベイが出たということですね。で、せっかくだから果たして本当にはじめ社長モデルは強いのかっていうのを検証していきたいと思う。本当に YouTuber が作ったベイって感覚で作ってると思うから。いや、絶対そうだと思うの。だから、その感覚で作って強いのっていうのをみんなに教えたいの。はい、本当に強いのか。俺はでもあの男は持ってる男だと思うの。俺は期待してるよ。まあ、でもちょっと見ていきましょうか。お願いします。さあ、社長のベイ見ていきたいと。おわお、かっこいいな。普通に、いや、白と赤、白と赤だな。確かに白と赤だな。白と赤だな。かっこいいね、白が。ここなんか、なんか考えてそうな気がすんな。これベイを回すと、ここのバネの部分が働いて無敵モードみたいのがあるの。無敵モードになったらバーストしないの。ここが出んの。こう、あー、そこが出たら無敵モードなんだ。そう、しかもめっちゃ重い、このベイ。あれ、ちょっと待って、でっかくね。でっかい。これやばいな。これめっちゃ強そうだな。これを第一に使ってもらって、うん、そいつを俺が倒すっていう。ああ、そうだね。俺はだって強いと思ってるからね。ついっゴーシュッ。強そうな雰囲気はあれ、出たんじゃない。あー、なんかあるよ、雰囲気あるよ。出た感じがあるな。リブートもすんのかな。まあ、わかんないけど戦ってみるか。それだよ。おいった。おー、なんかある、なんか行った感じある。リブートシステム働いた。何より見た目がかっこいい。で、あ、ちょっと2個出た。あ、3個出ないや。ここも出て。そういうのがあんだね。じゃあちょっと戦ってみますか。やってみましょう。まず、これはこのセット、これとこれとこれのセット。3 2 1、ゴーシュート。はい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 。うわー、強い、重たい。やっぱそうじゃん。マジ、これは強いぞ。あ、でも一個も出てない。一個も出てないけど超強い。素人でも勝てる。いや、そしたら次は俺攻撃タイプでいくから、こういうやつで。エクスカリバー、これ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 。ちょっとね、ムカついてはいるよ。今の一戦でいきなり出されちゃったからムカついて。いや、簡単だったよ。でもだ、絶対殺す、お前を。ゴーシュート。俺も強い。あ、出た、その動き。追い立てる。よしよしよし。で、こっからリブートシステム。おーい、強ーい。こんなことありますか。これはもうチートだな。無敵モードできてた。できてない。できてないけど無敵。じゃあできちゃったらもう本当やばいと思う。俺本気出すよ。じゃあデスサイザーだっけな。あー、そんな感じ。デスなんたら、この昔チートだって言われたセットで、昔ね。それに勝てたらもう、あー、もうすごい。確かに。ゴーシュート。弱っ。最強。なんで、もう一回やらせてよ。今のおかしいじゃん。そんな降りてすぐさ、ポヨーンみたいなさ、おかしいよ。ポヨーンは絶対おかしいよ。ゴーシュート。これもう今回勝つでしょ。あ、もうリブート入った。早いね。重った。あ、弱っ。え、弱え。最強ってなんだっけ。強すぎる。だってこれさ、これ強すぎる。バーストしなかったで有名だよ。そう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 。あ、これ本当ごめん、勝負になんないと思う。ちょっと待って、でもついになぜ俺が持ってる中でお前にこれ使ってもらって、あー、はい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 、一切勝てなかった。最強ベイを超えた最強ベイ。そう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 。お前最初から出しとけや。いや、始めるのが強くないと思ってたから。あ、簡単に勝てちゃった場合やべえなと思って。そうそう、始めに悪いなと思って。あ、確かに。あ、気使ってたってね。やばい、お前。ゴーシュート。戻っちゃう。めっちゃ重い試合。重い試合だ。重い試合だな、確かに。重い。熱い試合だな。え、あ、出た、逆回転のあれ。あー、同着。いや、同着だな、今のは。すっげえいい試合だったじゃん。いや、でも羽根が出てないから。はじめごめん、俺が悪かった。はじめもう一回やろう。これは熱い試合だ。3 2 1。いや、燃えすぎた。ゴーシュート。あー、違う違う、今のも違う。違う、全然おか
ねえのって。つくときはつくんだよ。ゴーシュー。あー、これいったっしょ。これもいい、いいシュート。いや、結構いい。重いな。重たい試合。わー、マジバースト。これは強いわ。これバーストっすね。これは強い。羽一個、あと2段階強くなれるから、俺のベイ力次第で。これは逆に今、うん、そいつとぶつかるつもりでやってんのよ。逆に吸収して吸収して逃げの一手で、ね、あー一番苦手かもね。めっちゃ丸いので、とにかく防御して、はいはいはい、逃げ切る。で逃げ切る。いや、初めはそんぐらいやんないともうそれ倒せねえわ。可能性あるな。申し訳ないけど、いやもう強かった。3、2、1、ゴーシュート。あーいいよ、吸収してるよ、ほら上下にピョンピョンピョンとか吸収して吸収して吸収して、そうそうそう、ほらどうなってる、どうなってる、パパパンとか吸収して、全然確かにそう吸収してるんだよ。重くない試合が。そう、それで逃げ切って、あーどっちだ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 、あーい、勝ちー勝ちマジで勝てないから、なんか見つけてよ。同じリブートで攻撃でぶっ殺す。エクスカリバーとバランスのちょっとおかしいやつとリブートのかかるやつ。ゴーシュート殺せ殺せ。あー今ちょっとダメだったな。重いなあ。リブートだ、リブート同士。あー追いかけ、リブート追いかけが入っちゃった。リブート追いかけが入っちゃった、入っちゃった、リブート追いかけが入っちゃったからな。いやー、そうするとね、もうそっと、弱っ。ザンだお前はザンだ。いや、なんか今違ったな。もう一回やらせて。やろうやろう。ゴーシャト行ったよ。すっげー、俺は行ったと思う。回し行った。俺は初めに勝ったと思う。ほら、いや全然でしょ。カタン、めっちゃかっこいい殺し方じゃん。スマートだったやろ。もうそうなってきたらまだやるんですか。あなたを殺すために出しちゃいけない弾を出しましょう。いや、もう最初から出してくださいって。ゴーシャド。すごい戦いだ、すごい戦いだ。あああ、今のは負けたっぽかったな。今のはめっちゃ勝ったっぽかったな。完全に打ち手が悪いんだろうけど、すごい戦いだった。奇跡は起きるみたいな白熱の。でもまだちょっと何回か負けてるから、うん、1回じゃやっぱ気が済まない。うん、もう1回やって、これもう1回勝ったら、うん、もうこのセットみんなにちゃんと。いや確かにそれはそう。ゴーシュート。いやいいじゃん、いい。うわ、普通にぶっ壊れたかと。恐ろしい。ぶっ壊れたかと。あー、やっぱ打ちてもよかったね。2つは空いたね。そんぐらいやれば絶対負けないんだこっちは。いやでもね、重いんだよそれ。まあ確かに。だから重さではもうこいつぐらいしかね、うん、対抗できない。それはそうなの。ゴーシャド。すげえ熱い。音でかくなったよね。ああ、大丈夫大丈夫ねえ、大丈夫だ、だ大丈夫、メンタル大丈夫、心配ムカつくなりー。あ、とうとう3つ出た。そりゃ勝てないよ、達也さん。無敵やん、無敵モードには勝てないでしょ、達也さん。ちょっと逃げを考えるわ、マジの逃げ。確かに逃げられるとちょっとね、意味なくなっちゃうからね。そう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 、ただのシュート力の勝負みたいになるからね。そう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 、こいつはね、相手のパワーを吸収してそれでやるやつだから、こいつは。じゃあ相手が強ければ強いほど、強いほどもうパワー吸収してこいつはやるやつだ。そうなんだ。ゴーシュだ。うん、絶対負けない。マジ？絶対負けれない。あ、分かった分かった分かった。どうした？見えた。そういうこっちゃ。そういうこっちゃ。重さは絶対に必要なのよ。そりゃそう。でもそっちの力で勝手に自爆してもらうしかない。もう。ゴーシュだ。あ、これ。自分の力でよ。大地さん、ほら自分の3つ出てんだよ。はっ、なのに3つ出たのにバーストに自分の力でねー打ち方は悪くなかったってことでしょ。自分の力でバーストしちゃったの。何それ。
あまりに自分の力が強すぎるがために返ってくる力も大きいんですよ。達人のセリフすぎ、もう負けないと思う。え、どんなにうまく打ってもダメなのかな。今だって3つ出てたもんね。3つ出てたよ、久しぶりに。ゴーよっしゃった。え、何今の。上乗った。いや、俺は行くでしょ、俺は行くでしょ。達人がもう、もうこれが達人どうやって分かるんだよ。うわまだ2個は出てんだよ。ほら、自分の力に、よってもたらせる最悪。わかんないな。強すぎるがために効かない、そんなの効かない。俺は強い、俺は強い。3、2、1、ゴーシュマン。あーあーなんだろ。すげえ。あんなのある。あ、でも確かに弱打ち、結果弱打ちみたいになったら勝てたみたいな、そういうことなんだ。今ベイブレード奥深すぎるだろう。深いな。君のベイにもゴーシュート。一回お前さ、ちょっと違うベイで何かやってくんない？そのお前の気持ちよさ一回だけ味わえた。ああ、なるほど。ゴーシュート。今のは俺のシュートが悪かったでしょ。ゴーシュート。どうなってるの？これ俺たちが小学生の時に夏休みやってたやつじゃん。誰にも伝わらないよ、そんなの。ゴーシュート。俺はいいじゃん。お前に勝てないんじゃないか。ゴーシュート。夏休さん、面白いのやめてよ。ゴーシュート。ほら、来た、おー、めっちゃ強かった、初めのゴーシュート。いや、ベインブレード。でもまあ、最後に達也さんに俺3連勝してたから、やり方次第、打ち手次第で勝てる可能性もあるとは。全然ある、ある。君も一緒にゴーシュート。3、2、1、ゴーシュート。Ah!